はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。とどまるへ送る3ピージャンコース。このコース、どこかにプロペラが隠れているよう 2.77% をやってまいりましょう。まあ多分、プロペラが隠れてるんならば、プロペラを見つけたら楽に行けるし、見つけなくても、まあまあ、クリアはできるという、そういうコースなんじゃないかなと。まあ、予想でそう思ってはいるけども、合ってんのかな、そういう解釈で。これね、持っちゃうのが危険だから、Pスイッチに対して背中を向けておいた方が、まあいいと思います。まあじゃあ正直クリア率 2.7% のPジャンコースならば、一発で、いけるんじゃないかなと、思いました。オッケー、一発できた。というわけで、コースアイディアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってみましょう。いいぜ。まあ、せっかくだから、とどまるへ送るスピードラン10秒を簡単の方もやっておくわ。こちらが2でございますね。いや、本当にね、いろんなコース送っていただいてありがとうございます。本当に送っていただいたコースは基本的に全て受け取らせてはいただいておりますので。これもしかして壁じゃん？壁当てコーラやんなきゃいけないやつでもなかった、オッケー。こちらのコースやってまいりましょう。1回地面から離れたら着地しないでゴール。さあ、ああ、なるほどね。土管から帰ってきたらゴールで1回じ、なるほど。え？ちょっと待ってよ。はい。うわ、ああ、むず！なんだこの地味な難しさ。これ、うわ、めっちゃあるやん、めっちゃあるやん、ほんで。めっちゃ距離あるな。まあでも、神、ああ、でもそっか、こうなったらもうダメなわけだもんね。いや、これは結構難しいんじゃないかっていう気すんねえで、最後、伝えに捕まんのね。ちょっと待ってよー。はい。はい、ちょっと、うーわ、むずっ！いや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 、あ、これ、ちょっと右押さないと。うーわ、むずっ！いや、これはね、スタートが大事だね。オッケー、これいいんじゃない？これいいんじゃない？これかなりいいスタートが切れたんじゃない？今、右も左も押してないんだけど、ほぼまっすぐ落ちてるね。あ、来た。あ、意外と簡単？あれ？意外と簡単？あれ？これでどか入って。あ、意外と簡単だったわ。さあ、こちらコメントでコースリクエストをいただいておりました。ヤブサメやってまいりましょう。さあ、ヤブサメ。あれですね、リンク。ちょっと待って、最初のスタートのところに明らかにヒントっぽいのが書いてあった。ちょっと待って、全然わかんないけど、もうダメっぽいね。ちょっと待ってよ。あの上に書いてる順番だろうね。右、下、右、上。あー、もう覚えらんないな。あれ覚えるの無理だな。ちょっとまあいいや。とりあえず右、下、右。もうダメだ。はい。はい。あ、え、なんかに弾かれた。なんかに弾かれたね。オッケー。これ。ここ。で、どっち、あれ？違うな。もう一回右でよかったんだ。右上。オッケーオッケー。で、もう一回右、ここ。オッケー。で、次左だよね。左ってどういうこと？オッケー。で、ちょっと構えに入らずに左を向くだね。オッケー。で、ここ下だよね。オッケーオッケー。で、あ、最後、右違う。あー、そうだ。あー、でも、それで最後かな、多分。オッケー、あの上の確かに、あの矢印の順番通りに、来てる感じだね。オッケー、行くよ。ちょっと待ってよ。右打って、右下打って、右打って、ちょっと待ってよ。これ、だいぶ反射神経がいるね。で、ここは構えに入る前に左を向いて、で、はい、はい。で、下に打って、で、右向いて、あれ？なんで？オッケー。で、うわ、なんか太陽倒した。オッケー、やった。これで鍵ドアに入って。おー、ゴールだ。すごい躍動感あふれるコースだったね。すごかった。YouTube への挑戦状、10秒ずるスピードランかな？やってまいりましょう。さあ、やってまいりましょう。ずるがあるスピランらしいですけど、まあ、とりあえずでもここはこのドアでいいんじゃないの？スター取れないね。ちょっとジャンプすれば取れる。オッケーオッケー。で、このドアは何なんだろう。どっか下抜けれそうな気がせんでもないけど、でもここまではこんな感じの進みでいいんじゃないの？これ、あ？これデカ状態だったら進めないようになってんな。今のところ明らかになんか違ったね。じゃあもうここに来るべきではなさそうな感じがすごいしてる。まあでも一旦ちょ、正規ルートらしき道も一応やろうか、やるだけ。で、ここで、赤い、ちょ、一枚取り逃してんだよね。でもね、一枚取り逃してるからもうダメなんじゃないかな。うん、ダメだね。
はい、はい。オッケーオッケー。それでピンクコイン全部集めて。はい、オッケー。これで鍵ドアに入れて、鍵ドアに入っての青土管で、青土管から、あー、これでゴールなんだ。まあだからおそらくこっからのおっとなんか隠しブロックがある。なるほど、そういう感じか。ってことで多分だけどズルは、ここ行っちゃって、で、多分ここはこう行ってスターを取って、で、多分この下、開いてる？開いてるな。だからこっからの、このドアじゃないか？このドア。このドアがどこに座ってる？知らんとこ来たな、なんか。あ？え？なんか違うルート、正規ルートとは違うルートがあるんだ、こっちに。ここ何このルート。このルート別にそんな速くもないしな。あれ違うな、このルートじゃないな、じゃあ最速は。え、このルートなんだ逆に。この赤い土管、緑の土管。え、これでゴールには繋がっているという。これ食らいながらじゃあこっち行ってみる、なんとなく。あー、まあまあこれで、まあさっきのは別に下降りてった方が早かったかな。まあまあこれも一つのゴールの形か。え、最速どこ、最速最速どこ、こっちかな。やっぱここまでは合ってるんじゃないかなっていう。こっからで、ここドボンからのこのドアルートはあっとんちゃいますのんっていう感じはするけどね。さあこのドアに入って、でこっからなんか謎にここの土管も気にはなるよね。これで15秒だって。あー、これが早いんかな、このルート。あー、ここがゴールか。多分これが最速か。じゃあ15秒で。こちらコメントでコースリクエストをいただきました。狂い崎、基本ジャンプは Z でやってまいりましょう。ジャンプは基本 Z という、なるほどね。あ、でも結構なんかあれだね。正統派王道アクションコースみたいなノリを感じる部分はあるね。これはね、下だね、行くべきは。で、ちょっと待ってよ。ここはちょっと危ないから、こう行って、ここ別に隠しブロックあるとか、そういうことではないです。ここはここだ、オッケー。ここも、ちょっと待ってよ。このパッ、あ、ここね、当たり判定ある時より、判定ない時の方が全然危ないからね。スピンしたいのにできないっていう方が危ないから、ここは慎重に、このタイミング、オッケーオッケー。ここ下のやつの動きがちょっとやばいな。ちょっと待ってよ。オッケーオッケー。さあ、これで抜けていけて、これこの下のやつらを一回通っていく。いや、こいつらは関係ないっぽいな。ちょっと待ってよ。一回、ここでこう行きますでしょうかと。で、はい、しっかりこいつを踏みましての、飛んでいきましての、オッケー、飛び越してさ、これで裏面を経由して参りましょう。あ、中間あるんだ。よかった。中間は優しいね。なるほど。しかもここ、救済の地面が下にあるから、割とあれだね、優しさのあるコースだね、このコースは。あ、ここはしっかり OKOK。このね、着地、地面に着地しちゃうことによってスピンが解除されたりとか、パックンをスピンしようとしたのに、スピンが思った場所に、あ、パックンが思った場所にいなくてスピンができなかったりとか、こういうの、ここもスピンでいいんかな？ OK。スピン解除されちゃうのがね、ちょっとこういうコースはね、危険だから、とにかくスピンを解除されないように、地面に着地しちゃったりとか、パックンの判定がない地面に行こうとしたりとか、まあそういうこと極力しない。ここ多分ちょっとタイミング見ていかないとダメなやつ。オッケー。これどういう動きで降ってくる？出てきて、なるほど、揺れるタイプね。揺れるんならばこいつに乗って降りていって、で右のやつはそういうタイプね。オッケーオッケー。ちょっと待ってよ、怖っ。ここでオッケー、こういっちゃう。ここはこいつに乗っちゃう。間違ってスライディングして倒しちゃったりしたら、こっちが逆に積むから。うわー、怖い、怖いよ、怖いけども、まあ、これいける、オッケー。さあ、これで表面に帰りまして。スター、あれ、スタートしてんじゃん。は、どういうこと、え、どういうこと、え、なんかいけるとこ増えてる、オンオフが切り、あ、あー、あの下だ、ここだ、ここに行けるようになって、あー、いいコースだね、オッケー。